で、最後に私が大好きな言葉で締めさせていただきたいと思います。なんとなく生きた今日は、昨日亡くなった人が必死になって生きたかった明日。まずエメラルドクラブですね、立ち上げまして12年を迎えました。会社立ち上げた当時非常に大変でですね、売り上げが上がらない、辛い思いにあった時に、やっぱり自分が経営者として未熟なので、もっと勉強しなきゃいけないと、人に相談したい、仲間が欲しいということで、いろんな会を探したんですけどなかったので、もうないなら作ってしまおうと立ち上げたのがこのエメラルドクラブになっております。実際に消費を握っている女性こそが社会で活躍することが経済の活性化につながるのではないかということで、この会が存在している意味があるのではないかと。やっぱり一番大変なのは少子化だと思うんですよね。なんとかその男性の方に日本の将来をね、考えてほしいなって。今日のね、菅原さんみたいな立派な女性もいるわけですから、アニバーサリーウェディングっていうのを10年、25年、35年、こんなに女房が綺麗になると思わなかった。女房に惚れ直した、4人とも同じこと言う。女性っていうのはこちらが思いをかけると、賛同してくださって、同じ思いで動いてくださる方が多いので、本当に要は勝ち抜いた人たち、生き残った人たちですので、お互いを称え合ってですね、素晴らしい良いものをいっぱい吸収して帰っていただいて、従業員の方ですとかお客様に元気を与えるような、そんなキラキラした女性経営者の集団がエメラルドクラブであると。菅原先生の話を聞いてて、よくあんなに長い、そしてその中に無駄な話が全くなくて、女性は母、その母に支えられて僕が今ここにいて、そしてまたさらにまたこれから一花咲かせようと。菅原先生も素晴らしい方で、僕らもまた応援していきたいと思います。菅原代表をはじめ女性経営者の方のこのパワーと、なんていうんですかね、パッションですかね、燃えるような熱意、僕はもう本当に女性が活躍できるような会社でないと未来はないぐらい正直な話を持ってますんで、エメラルドクラブさんとの出会い、菅原代表との出会いが本当に僕の中で、なんか松坂投手の言葉じゃないですけど、自信が確信に変わって、女性にますますこの葬儀業界でも活躍してもらおうと思っております。エメラルドクラブが順調に発展しておられますこと、本当に菅原さんの、ご尽力のおかげだと心から尊敬申し上げております。頑張ってこられたメルケルさんも、それを支えていたのは、女性の報道官とですね、いわゆる女性の補佐官、やっぱり女性を支えるのは女性なんだなということをつくづく感じました。我々もついていきましょう。菅原代表を見習って、女性ならではの、しなやかな感性、そして、いろんな知恵を出しながら、今からの未来を女性の力で日本、元気にしていきたいなというふうに今日感じました。現状維持は衰退しかありません。世の中が今1年が10年のスピードで動いてると言われてます。成功する皆さんは即決即行動です。直感を信じてどんどん行動していきたいと思っておりますので、お願いします。人との出会いで人生は変わっていきます。そんな出会いを提供できるエメラルドクラブでいたいと思っておりますので、今後ともご支援のほどよろしくお願いします。本日ありがとうございました。